ドライブ・マイ・カー全米映画批評価協会賞4部門を受賞。2022年1月9日、アメリカの批評家が去年の最も優れた映画を選ぶ全米映画批評価協会賞が8日発表され、浜口竜介監督の映画ドライブ・マイ・カーが作品賞をはじめ4つの部門を受賞しました。 浜口竜介さんが監督、西島秀俊さんが主演を務めるドライブ・マイ・カーは村上春樹さんの短編小説が原作で、舞台俳優で演出家の男性が専属ドライバーの女性と出会い、共に過ごすうちに目を背けてきた亡き妻の秘密と向き合う物語です。 全米映画批評家協会は8日、ドライブ・マイ・カーが作品賞、監督賞、脚本賞、それに主演男優賞の合わせて4部門を受賞したと発表しました。配給会社によりますと、作品賞を受賞した日本映画は1985年の黒沢明監督の乱以来だということです。 また、主演男優賞は、西島さんがアジアの俳優として初めての受賞となります。全米映画非評価協会賞は、アカデミー賞の前哨戦とも位置づけられています。ドライブ・マイ・カーは、去年、カンヌ映画祭で、脚本賞を受賞するなど、国際的に高い評価を受けていて、 今年のアカデミー賞でも注目が高まりそうです。ドライブ・マイ・カーが全米映画批評家協会賞4巻作品賞は黒沢明監督の乱以来36年ぶりの快挙。全米映画批評家協会は9日第56回同協会賞の受賞作品を発表し、浜口隆介監督、 43のドライブ・マイ・カーが作品、監督、脚本の各賞に輝き、西島秀俊50は主演男優賞を獲得した。日本映画の作品賞は1985年度のラン。黒沢明監督以来36年ぶりで西島の主演男優賞はアジア人初という快挙。 同作品は3月の第94回アカデミー賞でも国際長編映画賞、旧外国語映画賞部門の候補にも名を連ねており受賞の可能性が高まっている。さらに日本映画界にとって悲願となるアカデミー賞の作品賞にも期待がかかる。過去10年で同協会賞の作品賞は 昨年度のノマドランド、一昨年度のパラサイト半地下の家族など、4作品がアカデミー賞でも作品賞に選ばれている。第74回カンヌ国際映画祭で日本映画初の脚本賞に輝くなど、全世界で35以上の賞を獲得している。同作品の勢いは衰えそうにない。 人気作家、村上春樹氏の短編小説を原作に、浜口監督が独自の解釈を加えて映画化。妻を亡くした舞台俳優で演出家の主人公、西島が演劇祭のため訪れた広島で、専属運転手の女性、三浦透子と出会い、人生を見つめ直す物語。 村上氏の世界的な知名度の高さも追い風になっている。監督賞は第71回ベルリン国際映画祭で銀熊賞審査員グランプリを受賞したオムニバス作品偶然と創造と合わせて受賞。浜口監督は昨年11月スポーツ報知のインタビューで 海外映画祭で受ける公式は持っていません。作品を見つけてもらえたら嬉しいなという感じですと謙虚に話していた。西島秀俊、アジア人初の快挙、ドライブ・マイ・カー全米批評家協会賞4部門受賞。西島秀俊主演、村上春樹の短編を映画化した浜口竜介監督の映画、 ドライブ・マイ・カー公開中が第56回全米批評家協会賞にて作品賞、監督賞、ドライブ・マイ・カー偶然と想像の2作品に対して脚本賞、主演男優賞西島の主要4部門を受賞した。現地時間8日、日本時間9日に発表された。 米最大の批評家協会である全米批評家協会賞にて主演男優賞を日本人の西島が受賞したのはアジア初の快挙だ。作品賞も日本映画では黒沢明監督の乱1985年以来となる台湾日本合作映画では 2000年にヤンガン夏の思い出が受賞。映画ドライブ・マイ・カー予告編。ちなみに全米非評価協会賞の過去2年の作品賞受賞作にはアカデミー賞作品賞を受賞したノマドランド・パラサイト・ハンチカの家族とどちらも同じ年のアカデミー賞で作品賞に輝いている。 第94回米国アカデミー賞国際長編映画賞部門ショートリストにも選ばれている。同作はこれまでに第74回カンヌ国際映画祭にて日本映画初の脚本賞を含む4巻を受賞した後、賞ーレースで快進撃を見せている。 注目度の高いニューヨーク映画批評家協会賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞でも作品賞を受賞しており、過去全米ニューヨーク、ロサンゼルスの3つの批評家協会賞で作品賞を受賞した作品はグッドフェローズ、90年シンドラーのリスト、94年エルウェイ・ LA、コンフィデンシャル、 98年、ハートロッカー。2010年、ソーシャルネットワーク。11年など、これまたアカデミー賞受賞ノミネート作品が並んでいる。このほかボストン映画批評家協会賞にて、西島の最優秀大優賞を含む4巻の獲得など、世界中ですでに35以上の賞を受賞しており、 現地時間で9日、日本時間10日に発表になる第79回ゴールデングローブ賞。外国語映画賞にノミネートにも期待がかかる、受賞すれば62年ぶりの快挙となる。映画は村上春樹による同名短編小説を原作に、チェーホフの擬曲、ワーナ・ハクフさん、サミュエル・ベケットの擬曲、 五度を待ちながらという時代を超えて愛されてきた演劇要素を大胆に取り入れ映像表現技術に頼ることなく映画の可能性を広げた作品として評価を得ている俳優であり演出家の主人公家富西島は愛する妻霧島麗華と満ち足りた日々を送っていたしかし妻は秘密を残して 突然この世からいなくなってしまう。2年後、広島で開催される演劇祭に愛車で向かった家富は、ある過去を持つ、寡黙な専属ドライバーの岬三浦東子と出会う。行き場のない喪失を抱えて生きる家富みは、三浦と過ごす中であることに気づかされていくといったストーリーと、 家富が演出する舞台作品として映画内演劇が重層的に高押し合う仕掛けも特徴的。それが国籍の異なる俳優たちによる多言語演劇である点もダイバーシティ、多様性を重視しているハリウッドで注目を集める要因の一つになっていると考えられる。 全米批評家協会賞ドライブ・マイ・カーが作品賞に西島秀俊の主演男優賞はアジア人初。浜口龍介が監督西島秀俊が主演を務めたドライブ・マイ・カーが第56回全米批評家協会賞にて作品賞を含む主要4部門を受賞した。 ドライブ・マイ・カー90秒予告、他三件。村上春樹の短編小説集をもとに、俳優演出家の家富が、妻を亡くした喪失感と向き合う姿を描いた本作。現地時間1月8日に発表された、同賞はアメリカ最大の批評家協会によるもので、過去2年の作品賞には、 後にアカデミー賞の作品賞を受賞したパラサイトハンチカの家族ノマドランドが並ぶドライブ・マイ・カーは作品賞のほか浜口が監督賞浜口と共同脚本大江隆史上が脚本賞西島が主演男優賞を受賞した日本映画の作品賞は1985年に 黒沢明がランで獲得して以来の快挙。また、西島はアジア人の俳優として初めて主演男優賞を受賞した。なお、浜口の監督賞の対象には、現在公開中の短編集、偶然と創造も含まれる、8月の風切りから5ヶ月近く各地でロングラン上映されている本作、 初披露となった第74回カンヌ国際映画祭で日本映画として初めて脚本賞を受賞したことを皮切りにニューヨーク、ボストン、ロサンゼルスなど全米各地の映画批評価協会賞で作品賞の栄誉に日本時間の明日1月10日に結果が発表される第79回 ゴールデングローブ賞では外国語映画賞にノミネート第94回米国アカデミー賞では国際長編映画賞部門の日本代表に選出され、現在15作品のショートリストに残っている西島秀俊アジア人初の快挙ドライブ・マイ・カーアメリカ最大の批評家協会賞で、 4部門受賞。第56回全米批評家協会賞が9日に発表され、西島秀俊さん50主演の映画ドライブ・マイ・カーが作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞の主要4部門を受賞しました。アメリカ最大の批評家協会である全米批評家協会賞で、 主演大優賞を受賞した西島さんはアジア人俳優として初の快挙となりました。村上春樹さん原作の短編を浜口龍介監督が映画化したドライブ・マイ・カー。妻を亡くし喪失感を抱えた主人公が広島へと向かう中で新たな一歩を踏み出すロードムービー。 主演を西島秀俊さん、三浦透子さんや岡田正樹さん、霧島玲香さんらが出演しています。ドライブ・マイ・カーはこれまでに第74回カンヌ国際映画祭にて日本映画初の脚本賞を含む4冠を受賞した後、すでに世界中で35以上の賞を獲得しています。 今回、全米批評家協会賞での作品賞の受賞は、日本映画では黒沢明監督の乱1985年公開以来となりました。日本映画、ドライブ・マイ・カー、韓国で独立芸術映画1位、累積観客数3万人に迫る、2021年第74回、 カンヌ映画祭脚本賞を受賞した映画ドライブ・マイ・カー。浜口龍介監督が韓国の観客の好評の中、独立芸術映画ボックスオフィスで1位を維持しているドライブ・マイ・カーは少ないスクリーン数と179分に及ぶ上映時間をものともせず、公開から5日で、 観客数1万人突破、10日で2万人を突破して、工業タワーを示し、今週3万人突破を控えている。熱い反応が起こり、公開後に上映感が拡大し続け、12月23日の公開以来、これまで2日間を除いて、10日間、独立芸術映画ボックスオフィス1位を占めて、 工業レースを繰り広げている、韓国で盛況が続いている、ドライブ・マイ・カーは世界でも最も熱い作品の一つとして評価されている、2022年アカデミー受賞式国際長編映画賞の予備候補をはじめ、有力メディア、 バラエティが予測する2022年アカデミー受賞式作品賞候補10編に名を連ねた。さらに第79回ゴールデングローブ賞と第27回クリティクスチョイス賞で外国語映画賞の受賞が有力視されている状況だ。 ドライブ・マイ・カーは、死んだ妻に対して傷を持つ演出家、兼俳優の家富、西島秀俊が、彼の専属ドライバー・三崎三浦透子と出会い、人生を回復させていく物語だ。